動画撮れてなかった。俺ずっと喋ってたんだけど、もう70年目まで行ったよ。最悪なんだけど。次行きます。天才になります。天才千葉修介になります。その石消えるよ。な、なに？天才千葉修介をもってしてもそんな石が消えるんだなんてありえない。これは消えるガチャだ。くそー、どうして、なんで。今ハリーポッターと炎のゴブレットのハリーポッターを真似した。セドリック、くそー、このハゲー。来ない、ほんと来ない、やばい。今ハリーポッターと炎のゴブレットのヴォルデモートに対してのセリフ言ったね。おー、シルビありがとう。ハリー言ったんだよね、炎のゴブレットで。違うだろう、そうじゃないだろ。来た、ありがとう。僕の誕生日を祝いに来てくださったとは嬉しいです。早速プレゼントを開けてみても。早く来て、もうちょっと。もう100年確定じゃん。これさ、あれだよね、絶対に俺が課金すると分かってて運営さんはもう俺に R を押し寄せてるよね。分かる、俺には読める。そんな運営さんも好きだよ。あー、シルビア、もう石ね、やっぱもっと課金しないといけないかも。誕生日恒例のインタビュー、今回はどんな質問をされるのでしょうか。今日どんな靴下履いてるとか、そういういやらしい質問かしこまった場を設けられるとなんだか緊張してしまいますね。野原ひろしからすればもうセクハラだからね、ただの。さて、そろそろ魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターがいらっしゃる頃ですが。来るよ。ブルルルルルルル、失礼する。はい、来た。今日は俺がプレゼンターを務めることになった、よろしく頼む。素晴らしいね、白髪キャラは優等生って決まってるから。僕のプレゼンターに選ばれたのはシルバーさんでしたか。こちらこそよろしくお願いします。シルバーさんなんだ。シルバーじゃない、シルバーさんなんだ。ああ、ジェイド、誕生日おめでとう。これが俺からのプレゼントだ。いい声。買った店ではラッピングのサービスがなくて、あまり見栄えが良くないんだが。それでわざわざ茶色い紙袋にリボンを貼り付けてくださったんですね。ありがとうございます。あれかな、マクドナルドみたいな袋かな。あれ茶色だよね、マクドナルドって基本的に。では早速中身を拝見させていただきましょう。いただきます。これは何？ジェイドは山を愛する会の活動の一環で山に入ることが多いのだろう。マリオ持ってきた、もしかして。シルビア、ダメよそれは、スマブラでコラボしたからって。実用性が最も高いプレゼントを選んだんだが、その呆然とした顔気に入らなかったか。セベクにもプレゼントには武骨すぎると呆れられたんだ。すまない、どうも流行には疎くて。そんなことないよね、嬉しいよね、ジェイド嬉しい。ほら嬉しいって。シルバーさん、おお、こんなにも素晴らしいプレゼントをいただけるとは思っていませんでした。ケースケースっていうさ、大学生コールあるよね。まさかロープなんて。あれすごい嫌い。まさかロープ。実は先日も一人で山に入った際に斜面から足を滑らせそうになりまして。ああ、そういうこと。体を支えられる頑丈なロープが欲しいと思っていたところなんです。ロープってあのシンプルなロープ、あのインディン・ジョーンズが使うような。売ってないの、そういうの。そうか、喜んでもらえたようで何よりだ。でもよかったね。とはいえこのロープは物干しや滑り止め、屋外での活動の手助けになればと選んだもの。さすがシルビアさん、凄まじい洞察力。登山時の安全確保が目的なら、ロープの結び方や操作方法、それから
身のこなしの習得が必要になる。おお、もう俺たちの考える一歩二歩先を行くから、シルビアが。最初はロープって思った人もいると思う。ただもうその人は分かってない、全然。ロープはね、万用なんだよ。それはつまりロープワークを覚えただけでは険しい山に挑むには至らないと、うん、ああ、筋力にバランス能力、それから柔軟性に敏捷性、総合的な身体能力を培わなければならない。おお、松岡修造が言いそうなこと。険しい山に挑戦するには相応の技術と身体能力が要求されるというわけですか。そうだね。体作りは長い目で見るとして、まずはロープワークの訓練から始めようと思います。でも人魚ってなんか運動神経良さそうなイメージあるけどね。 あれフロイドだっけか。フロイドだけだよね多分。行き詰まった時はシルバーさんにご教示いただいても良いでしょうか。いいな、ご教示いただきたいわ。わかった、必要な時は声をかけてくれ。はい、ありがとうございます。とても心強いです。終わった。なんかすごい平和だね、思ったより。また結構荒れるのかなと思ったけど。はい、ハッピーバースデー。うん、ではインタビューを始めるぞ。はい、承知しました。何言うんだろう。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか。フロイド抜きでってこと。ただし同じ量の生徒は除くということだ。なるほどね。兄弟ですか。思った以上に難しい質問が来ましたね。でも長男は何でも我慢しないといけないよ。長男だから我慢できるんだから。難しい。何か引っかかることでもあるのか。ええ、名門ナイトレイブンカレッジに入学できるのは闇の鏡に優秀な魔法師の素質を認められたものだけ。確かにな、そもそもそうだよね。誰と兄弟になっても多くを得られるでしょうから、皆様が魅力的なあまり答えに困ってしまいます。俺ね、知ってるよ、こういう答え方する人って絶対めんどくさがってんだよね。俺がそう。正解がある問いではない。ジェイドが家族になりたいと思う相手の名前を挙げてくれ。シルバーさんは本当に素直な方ですね。それが良さだからね。家族といえばシルバーさんはマレウスさんやリリアさんとは子供の頃からのお付き合いだとか。何？カウンターしてる。藤修介してる。マレウスさんは世界でも有数の魔法師、そしてリリアさんもとても博識でいらっしゃる。確かに。お二人と行動を共にされていると様々な面で学べることが多いのでは。ああ、その通りだ。俺もセベクもマレウス様とリリア先輩を心の底から尊敬している。おお、家族愛がここで聞けるのはいいな。もうよかったよ、100連して。100連だよ、100連。そんな風に思える方が身近にいるとは羨ましい限りです。なんかシルビアのさ SSR、スキアリーの SSR もちょっと先行き不安になってきたね。シルバーさんのお話を聞いたら僕も頼りがいのあるお兄さんが欲しくなってきました。それこそマレウスさんやリリアさんのような優秀な兄がいる生活にも憧れますが。どこと噛み合わせいいんだろう、ジェイドって。ケイトさんが僕の兄になってくれたら毎日が楽しくなりそうです。ケイト？あ、そういうタイプ好きなの、ジェイドって。ケイト先輩か。確かに明るく賑やかな印象があるな。うん。シルバーさんもそう思われますか。ケイトさんがいると場の雰囲気が華やぐ気がします。確かにね。それからマジカメでの情報収集能力や拡散力も目を見張るものがある。あー、データテニスだね。映える写真の撮り方をはじめとしたテクニックを教えていただけたら。テクニシャン。マジカメを通じて世界中の人々に山の魅力をお伝えできるはず。あ、ひいては山を愛する会に入部希望者が殺到するかもしれません。じゃあ俺さ、山を愛さない会作ろう。俺はマジカメのことはよくわからないが、お前の好きなものを大勢に知ってもらえるといいな。
アンチ山を愛する会作ろう。ありがとうございます。それに血のつながりはなくとも日々の交流の中で学びを得ることはできる。血のつながりより心の問題の方が絶対にでかいよね、家族問題って。知りたいことがあるなら直接ケイト先輩に助言を求めてみたらどうだろうか。うん、そうですね。ケイトさんは社交性にも優れていらっしゃる。いつかじっくりとお話ししてみたいです。あ、待って、俺さ、社交性って言葉聞いて思いついたんだけどさ、社交ダンスってあれ社交性を高めるためにやるってこと？社交ダンスの意味が分かってなかったんだけどさ、社交ダンスってさ、あれだよね、なんか車の学校のダンスじゃないよね、さすがに。っていうね。その時は普段は聞けないようなことを伺えると嬉しいですね。たまに歯出すんだよね。歯医者行ってんのかな、いつも。あの形にさ、肩取ってもらってさ、つけてたら面白くない？ちょっと。はい、ラスト。シルビア大活躍だね、今回。次の質問だ。もしオクタビネル寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？あ、恒例のやつね。これもまた難しい質問ですね。この学園は寮ごとにそれぞれ違った強みがありますから。確かに。同感だ。転寮先がどこであれ学べることは多いだろう。おお。ただ現実的に考えると僕には向いていない寮がいくつかありそうです。え、全部向いていない？どういう意味だ？どこ？環境の面で若干の懸念がありまして。環境？あー、水がないとダメってこと？あ、じゃあスカラビアダメじゃん。スカラビアアウトでしょ。で、あとはイグニューはどうなんだろう。ポムもいけるか。海の底で生まれ育ったせいか極端な暑さや乾燥した気候には抵抗があるのです。スカラはダメだね。今は魔法薬で人間の体になっているのであくまでも気分の問題に過ぎないのですが。あ、でもやだよね、自分のさ肌に合ってない土地とかに住むの。そうか、お前は人魚だったな。スカラビアやサバナクローの気候は肌に合わないということか。なんか人魚って言えば女の人のイメージあるな、俺まだ。ええ、大変残念です。涼風そのものには魅力を感じるからこそ余計に。なんか男の人には魚人って言葉使ってそんなイメージある。仕方がない、誰しも得て増えてがあるからな。そうだね。お気遣いありがとうございます。僕自身の適性を踏まえて考えると決めました。転寮先にはポムフィオーレ寮を選びます。ポムフィオーレ寮？なんで？ポムフィオーレには品のある生徒が揃っている。ジェイドならすぐに馴染めそうだ。ああ、そういうことだといいのですが、ポムフィオーレ寮の皆様のような優雅さを身につけるのはだいぶ骨が折れそうです。魚ってさ、人魚ってさ、骨あんのかな、どうなんだろう。僕がポムフィオーレ寮を選んだのはかねてから魔法薬学に関心があったからに他なりません。スネープ先生みたいなこと言ってる。デスイーターになるのかな。何か関心を持つようなきっかけがあったのか。今思うと人魚たちが通う学校で海の魔女についての授業を受けたことでしょうか。なるほどね。数々の魔法薬を作り上げては哀れな人魚たちの悩みを慈悲の精神を持って解決する。あ、それ全部嘘だよ。彼女の成した偉業の数々に感銘を受けたことを今でもはっきり覚えています。でもアースラってさ、割とマシじゃない？ヴィランの中では交換条件ちゃんと出してるわけでしょ。そして陸に上がってからはますます興味の幅が広がりました。うん、山に登ると珍しい植物や動物の牙、それから虫の羽、魔法薬の材料をいろいろ採取できるんです。アースラって食べると美味しそうだよね。ちょっとあの魚ってさ、脂肪分乗ってた方が美味しいって言われてるんだよね。魔法薬学の知識に長けた生徒が集まる寮に在籍してさらに知識を深めていけば、うん、素材の活用方法や新しい魔法薬の調合方法を編み出せるかもしれないと思いまして。直撃のジェイドだ。なるほど、ジェイドの工学心の高さに触れて
俺も身が引き締まる思いだ。え、それは魚にかけてる。シルビア、さすがだね。光栄です。ナイトレイブンカレッジの生徒としてこれからも多くの学びを得ていきましょう。今魚と身が引き締まるをかけたんだよ。さすがシルビア、高等技術だよ今の。さばいていくって。これでインタビューは終了だ。次は締めくくりとなるメインイベント、幸運のギフトの贈呈ですね。あ、出た。普段の怨念を相手にぶつけるっていう恒例の行事ね。その通りだ。ジェイド、心の準備はできているか。シルビアのやっぱアホ毛いいな。これアホ毛あるのとないのじゃだいぶ違うよ。なんかアホ毛があるからこそさ、ちょっとさ親近感があるっていうか。ええ、もちろん。この瞬間を心待ちにしていました。シルバーさん、遠慮なくどうぞ。顔取れちゃったらどうする。もう思い切り投げすぎてさ、アンパンマンみたいに。わかった、ならば全力でプレゼンターの役目を果たさせてもらおう。アンパンチ。ジェイド、誕生日おめでとう。おお、シルビア本気の顔になってる。あ、ちょっと映ってるシルビア。え、このパターンあった？今まで。いい笑顔だな。なんか笑う時がさ、やっぱ一番素が出るっていうよね、人って。誰が言ってたかっていうと、俺が言ってた。おります。